こんにちは。資源・エネルギー問題についてです。やっていきましょう。まずは限りある資源についてです。電力などのエネルギーは、私たちの生活に欠かせないものです。エネルギーを起こすための資源として、世界で最も多く使われているのは、石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料で、エネルギーの消費量の8割以上を占めています。 しかしこうした資源は埋蔵する取れる地域の分布に偏りがありそして取れる年数も限られています。世界のエネルギーの消費量は増え続けており特に近年では途上国の消費量が急速に増えています。資源やエネルギーの消費量を抑える小資源小エネルギーの技術の開発とともに 新たなエネルギー資源の開発も,も求められているんです続いて日本のエネルギー消費の状況についてです日本では工業などの産業で使われるエネルギーの量は1970年代からそれほど増えていません現在の消費量は全体で使われる約半分が産業に使われています一方で 家庭で使われるエネルギーの消費量が大きく増えているんです特に冷蔵庫やエアコン、電子レンジなどの電化製品の普及がありそれらに使われるエネルギーが増えているんです日本は主に発電の仕方として水力発電、火力発電、原子力発電で電力を供給してきましたしかし発電に使われる資源は 約92%を輸入に頼っており、化石燃料の価格が上昇傾向にあるため、貿易での収支に影響を与えるまでになっています例えば、火力発電で使われる鉄鉱石や石炭、原子力発電で使われる原子力などは輸入をして、それによって電力を供給しているというものがあるんです 続いてこれからの日本のエネルギーについてです。日本では電力の確保が重要な課題です。原子力発電は海外から燃料を輸入し、その輸入したエネルギーによって安定して電力を供給することができます。また少ない燃料で多くの電力を得られるために、電力を発電するための効率がとても良いとされています。 また二酸化炭素を排出しないといった大きな利点もあるんですしかし2011年に起きた東日本大震災では原子力発電の事故で大量の放射性物質が放出され多大な被害が出ましたこの事故によって周辺住民が長期間の避難生活を強いられたり地元の産業が風評被害に悩まされたりなど したことは記憶に新しいかもしれませんまた発電後に残る放射性廃棄物の最終処分場をどこに設けるかという課題もあるんです例えば原子力発電のように日本では電力確保にどのように向き合っていくかいろいろな議論が起こっている一方で近年で注目されているのは資源を確保する必要がなく 持続可能であり二酸化炭素を排出しない地球に優しい発電方法として再生可能エネルギーを利用した発電の普及が進められています例えば太陽光や風力地熱、バイオマスなどが挙げられますしかし現在の技術では発電などの費用が高い点や太陽光発電や風力発電は太陽が出ていたり 風が吹いていたりと、その電力の供給が自然状況に左右されるので、なかなかうまくいかないということが課題になっていたり、地熱発電は周辺の自然や観光施設の共存といった点が課題になっています。いろいろと新しいエネルギーの供給の仕方を模索してはいるんですが、技術があまり追いついていなかったり、 他にも解決しなければいけない点があったりとさまざま課題はあるんですでは図によって日本のエネルギー供給の特徴について触れていきましょう左側を見てもらえると日本は昔から石油石炭天然ガスなどの火力発電によってエネルギーを得ていることがわかるでしょうかそして1960年から 徐々に原子力発電が増えてきてはいたんですが2011年の東日本大震災によってその安全性が心配されたことにより2016年には一気に原子力発電の割合が減っていることがわかるでしょうこのようにさまざまな状況に応じて変化させてはきているんですがやはり火力発電からは 脱却できないのが一つ日本の課題でもあると言われております右側を見てみると主な国の発電量の内訳があります例えばカナダのように水資源が豊富で山が多いところには水力発電が多く自然を生かしていることがわかりますし例えばフランスのように原子力が 最も多く割合を占めているところもありますそれぞれの国の地形や安全の状況などに応じて自分たちが得意な発電方法があるということを知っておいてください最後に日本の発電の方法のそれぞれ利点・課題などがまとめられたものになりますこちら一度動画を止めていただいて 目を通していただけるとわかりやすいかと思います左側はエネルギー物の発電にかかる費用になります例えば水力発電を見てもらえるとエネルギーにかかる費用はかなり少なく見えるんですけれども水力発電を大規模に行うためには森林を伐採して大きなダムを建設しなければいけません ですのでその建設のための費用などがまた大きくかかっていることも知ってもらえるといいかと思います。日本ではさまざまな発電の方法があるんですがそれぞれに課題があり完璧な発電方法はまだ見つかっておりません。弱点を補い合うようにそれぞれ考えてそしてどのような発電の方法が最も効率的で自然に優しく 日本に合っているのかということを模索しています。そうした模索を続け、これからもずっと将来に続くように、どのようにしたら発電できるかということを考えていく必要がありそうです。今回は以上になります。お疲れ様でした。